クリスの Good Morning Radio。 Good morning everybody. How's everybody doing today? This is Chris bringing you another episode of Good Morning Radio. 皆さんおはようございます。ナビゲーターのクリスです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は2月5日、いい天気ですね。最高気温は15度まで上がるみたいですね。最低気温はね、3度やったんでちょっと寒いなって感じましたが、節分もね、2日前に終わって春の足音がね、着々と聞こえてきてるなって感じですよね。そうで、クリスのまた YouTube クリチャンネルの話を少しさせていただきたいんですが、なんとこの2日間でかなり増えまして、4000人を超えました。本当にありがとうございます。なんとかね、まずはね、第一目標をずっとしていた5000人に行けるようにもう少し頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、で節分の話なんですけども、今回ちょっとだけ舐めてましたね。去年まで普通にコンビニとかスーパー行って、まあ、売れ残りというか、まあ、30円引きとか100円引きでね、置いてたんですけど、今回もスタジオで YouTube の撮影とか、まあ、曲を書いたりしてる合間に、あ、節分で恵方巻きを買いに行こうと思って行ってみたんですけど、見事にコンビニとスーパーをはしごしても全部売り切れっていうことでね、今年はね、恵方巻きにたどり着くことができなかったんですけど、普通のね、手巻きみたいなのを買おうかなと思ったら、まあみんな考えること一緒ですよね。それもなくてね、本当にね、なんか悲しい思いでいっぱいなんですけど、まあ昨年はね、フードロス問題がね、ニュースにいっぱい出て、まあたくさんのね、恵方巻きを捨てて、これじゃダメだっていうのがニュースになってましたけど、まあ逆に売り切れてる方がね、いいのかなと思いますよね。で、大手デパートとかではね、予約オンリーでやってたみたいなのでね、まあ、フードロス問題が少しでも改善されたのだったら、まあいいのかなと思いました。さあ、ここで早速ですけども1曲いってみたいと思います。クリスの昨年8月出したアルバムの中からね、またオリジナルの曲をお届けしたいと思うんですが、すごいね、ロックのテイストもありジャジーな感じもある曲をお届けしたいと思います。パープルスカイをお聴きください。Thank you.
love and peace. If you can imagine, listen to your melody. If you can imagine, wipe the tear off their faces. Can you imagine just being on the other side? Why won't you put it on the ground? Why won't you stop and look around? Why won't you put it on the ground? Why won't you stop and look around? Why won't you put it on the ground? Why won't you stop and look クリスのアルバムからパープルスカイをお届けいたしました。さあ今日のトピックに行ってみたいと思います。 Today's Topic。 今日はね、我が阪神タイガースの話をまたしてみたいと思います。本当キャンプもいい感じで盛り上がってきてますよね。山本昌也臨時コーチも沖縄の方からコーチの方に行って、まあ阪神の投手陣が底上げできるのではないかなと思ってます。藤波もね、昨日初めてシート打撃に出てまあまあだったみたいで、プレー球も少なくフォアボールもねマシになってきてるみたいなので、今年は復活できるのではないかなと思ってます。そして大山とマルテの三塁争い、これも激化してますよね。昨日阪神でキャンプ第1号は大山選手がね、昨日シート打撃で打ったという感じでいいバッティングになっております。そして高山選手も負けてないですよ。ヒットを2本打ってます。原口選手もいきなりヒットで出てね、もう本当にね、打撃陣も本当に楽しみです。そしてボーアとサンズですよね。加計さんによると、ボーアはバースの再来、バースよりもコンパクトだから30本は期待できるのではないかなと言っております。そして韓国から来たサンズもマートンの再来、マートンよりも打てるんじゃないか。今年の阪神の打線は楽しみですよね。近本も2年目頑張ってほしい、2年連続盗塁王も取ってほしいですし、木浪も負けじと頑張ってほしいです。そして糸井の復活、そして福留がどんだけチームを引っ張っていけるかね。糸原キャプテンにも頑張ってほしいですし、今から自分の頭の中でね、阪神の今年の打線を考えるだけでもワクワクドキドキですね。早くペナントが開幕しないかなと思ってます。頑張れタイガース。はい、こんな感じで今日も iPhone 片手にやっておりますが、ついにですね、iPhone にマイクをつけるデビューをしました。やっぱり若干ね、音が違うっていうのがありましてね、シュアーの MV88 という、もう iPhone のね、ジャックにポチッと刺すだけで綺麗な音で撮れるというシュアーのマイクがあるんですけども、これねギターとかボーカルにも、まあガチのレコーディングじゃないですか、使えるみたいなのでね、ちょっといろいろ試していきたいなと思ってます。さあここで一つライブ情報を言ってみたいと思います。クリスモデルライブでございます。2月の11日火曜日、東京大田区平和島にあります TRC クラブアコーラーデにてですね、クロードチアリ芸能生活60周年のライブイベントがあります。まあディナーショー形式ですね。18時スタート、料金は8500円、ワンドリンクフード付きになっておりますのでね、ぜひともねお問い合わせのほどいただきたいと思います。電話番号が 0337672184、 0337672184、 TRC クラブアコラーデまでお問い合わせください。まだね少しだけね席の方があるみたいですね。父のクロードチアリ、姉のクリステルチアリ、そしてクリス、そして昔からお世話になっている大好きなパトリック・ヌジェ、アコーディオンですよね。001番 KDD というコマーシャルで西田敏行さんとコマーシャルやってたのも懐かしいですけども、イベントがありますので東京の皆様ぜひぜひお越しください。さあいかがだったでしょうか。今日はスピーディーにお届けしてまいりました。で皆さん、まあ、クリチャンネルの方動画もありますのでぜひ見てください。で少しでもまた見たいなと思ったらいいねボタン、
そしてね、画面の右下にありますね、登録ボタンを押してください。登録ボタンを押していただいた後に、その横にベルボタンがあります。ベルボタンもポチッと押していただきますと、クリスが動画などラジオをアップした時に通知が行くようになっておりますので、ぜひぜひチェックアウトお願いいたします。さあ皆さん、お仕事の時間ですかね、学校の時間ですかね、今日も元気にいってらっしゃい。それでは See you later, bye bye.